この松きのこを食べてみます。はい、開けちゃいます。じゃんじゃじゃじゃん。1本2本3本4本食べられるかな。無理かな。3本だな。はい、3本食べてみたい。1個出してないものがあった。これも後で使いたいんだな。よくそろった。はい、一応石突きを取って、あ、難しい、意外と、うん、一応石突き取った方がいいかな。もったいなく、もう私が自分で食べるので、洗わないんでいいです。あ、松茸じゃないです、ごめんなさい、松きのこです。はい、塩の一番ゴールド、これですね。これをこの鍋にポシャン。そして液体猫ぶだし、これもよく振って、まあ適当に、こんな感じですかね。はい、そして松きのこの方を準備しますね。なんかネットで見る限りは、あんまり包丁は入れない方がいいという話です。これだけどこんなに曲がってたら手で裂けないだろう。嫌だな、失敗したくないな。あ、うまく裂けた。それをここで焼いていきたいと思います。もう火つけちゃい、こっちも火弱めちゃい。はい、こんなことでいいんだろうか。うわ、ねじくれ、ひねくれにひねくれまくってるやつだなこいつ。焼けるか、うまく焼けるかな。これ切った方がいいな。ここから切った方がいいという結論。松茸のお吸い物と松茸のバター焼き、松茸じゃないって何回言ってんだ。松きのこのお吸い物と松茸のバター焼きを今夜のおつまみにしてみたいと思います。どのぐらいの時間で焼けるかだよな。これがチンチクリになっちゃっても困るしな。はいはい、どんどん洗いながら片付けちゃいましょうね。はい、あとは猫ぶだしと塩の一番はもう使わないと。はい、そして暇だな。あ、ですね、すだちと三つ葉。三つ葉本当はもっと細かく切るんだろうな。まあいいや、もっとシュッシュッシュッって切ればよかったね。もう包丁も用事がないではないんか。はい、バターちゃんを温めて切った方がくっつかないもんね。たことない、たっぷり入れちゃいます。たっぷり使っていいのよ、うん、でこれもしまっちゃう。おお、もうちょっと火強くしちゃう。はい、
定位置に戻ってきました。おお、いい感じで焦げ目がついて汗かいてる。おお、映ってるかい。ん、こんな感じ。おお、いい感じで汗かいてますよ。焦げ目もついてきました。うん、面白い、実に面白い。本当はもうちょっと買ったらすぐに調理したかったんですけどね、ちょっとみずみずしさが、うん、あーだけど火通ってるわこれ、うん、松茸だけだけ、うん、こっち味付けしちゃおうかね。はい、この前クレで買ってきた、夏休みじゃない秋休み旅行で広島で買ってきた、はい、これ意外とね、液体猫ぶだしがちょっと塩分あるから気をつけないとね。でこれはおととい、あれおととい金笛醤油の蔵見学に行って買ってきたやつです。今まで湯げた派だったんですけど、ちょっと今回裏切って金笛醤油、再仕込み生醤油、生殺してない醤油ですね。はい、直に味見しちゃえ。うん、まい。お醤油やっぱ違うと、お塩とお醤油が違うと違う。いやー優しい味。ちょっとこのつゆだけでいいって、それじゃあ松木のこと関係ないやんって言われちゃうかな。焼けたわ、これいい感じで焼けたと思う。そしたらばお椀にかっこいいやつを、これかな、2本入れて、2本入れてですね。そしてあ、こんなことしてたら日が暮れちまう、向こうが焼けすぎちまうよ。そしてまあうちにあるものを使ってるっていうことですね。液体ね、昆布だしだとかなんだとかんだって言ってるのは、はい、暇な料理ですね。おお、なんかいい感じになってきたじゃないですか。いそしてなんかちょっと料理っぽくなってきたんじゃない。でこっちをバター先に入れちゃって、はい、蓋しておきましょう。もう弱火ですね。はい、片付けちゃいますね。はい、もう余熱でいいね。おう、はい、これはもう、あ、そっか。そしてあ、香りが逃げちゃうかな。うわー、いい、ね、こっちの匂い強烈だからこっちは後で食べないとダメだね。こっちは多分 お塩いらないんじゃないかな。
香りを封じ込めましょう。そして一煮立ちの後に、これ洗ってない、洗ってない、オッケー。飲んですかね。うん、松茸の香りはしない。はい、出来上がりました。でですね、蓋なんて上品なもんないから、ラップしてちょっと食べる瞬間に開けて、顔ふわっとした湯気を吸い込みたいじゃない。だからラップして、でここはこのまま、これはこれも食べる瞬間に開けたいからこのままでいい。はい、完成しました。おお、松茸の香りじゃないけど、でも蓋を取ると蒸らされていい香りがしますね。じゃあいただきますね。飲んじゃいますかね。この相方の煮物も最高に美味しいんだよね。いただきます。皆さん乾杯。まずはこっちのあっさりした干し芋の方からいきたいと思います。うん、いただきます。出汁が、うん、すごいです。なんて優しい、いい味なんだろう。作った人の心の優しさが忍ばれるね。なんか感じ悪いこと言うけど、ね、うん、結局だから縦4分の1に割いてるの。焼いてからまた手で縦に裂きました。熱かった指先が。でもその甲斐があって、このぐらいの細さ、4分の1ぐらいの細さにした方が美味しい。うん、いや、火の通し方もなんかちょうど良かったんだと思います。なんかお椀から手が離せなくなっちゃった。おいしい、おいしいです。そしてこっちの味もはっきりしてるからね。あらだって、バター醤油味です。うまいに決まってるよね。まずこう味変は後でやるとして、最初はやっぱりそのままやつ。やっぱり太さ4分の1がピント合ってくれ、4分の1がいいかなって。プリンプリン、ああ。もともとは椎茸らしいんで、絶対バターに合うに決まってますよね。うん、美味しいです。ということで、松キノコは松茸の香りはしなかったんですけど、普通に美味しいです。秋はやっぱりキノコだね。美味しいです。美味しいしか言えないです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。もしもよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。